iPhone に YouTube 動画をダウンロードして、バックグラウンドで再生する、オフラインで再生する、そんなことが可能なアプリの最新版を紹介します。皆さん、こんにちは。自由と希望が見つかる新世界チャンネルの平野です。このチャンネルの目的は、新しい世界を切り開くのに役立つ有益な情報発信をしている YouTuber を紹介することです。当チャンネルをきっかけに有益な情報がどんどんと広がり、誰かの新世界の発見に貢献できればとても嬉しいです。ぜひ動画が良いと思ったら、チャンネル登録、またはいいねやシェアのご協力をお願いいたします。はい。ということでですね、今日ご紹介する YouTube チャンネルではなくて動画なんですけども、それがね、こちらなんですね。超おすすめ動画保存アプリ、Mixbox 2020年版という動画になります。で、これはですね、僕のチャンネルの中でも、Clipbox というアプリや、他のですね、Clipbox に代わるアプリの使い方という動画を何本か上げていて、おかげさまで再生回数が非常に回ってるんですけども、要するにこれは、冒頭申し上げた通り、iPhone の中に YouTube 動画を保存して、そしてバックグラウンド再生やオフラインで視聴できるという、音楽プレイヤーの代わりにもなったり、ギガが減らなかったりというような使い方ができるということなんですね。で、YouTube の、有料の機能、YouTube プレミアムっていうのがありますけども、ファミリーだと月額2400円かな、個人だと1500円っていうありますけども、あれは広告が飛ばせるだけではなくて、その YouTube 動画を YouTube アプリの中に保存することができて、で、オフラインで再生できたり、バックグラウンドで再生できたりということができるっていう、そういうものなんですね。なので、言ってみれば、今日ご紹介するこの動画の中で紹介しているアプリというのは、その YouTube プレミアムの機能の、YouTube の広告を飛ばすという機能はないですけども、動画を保存するという機能は無料で使い放題だということなんです。使い放題っていうのはちょっといろいろ制限はありますけども、基本使い放題だということなんですね。で、この手のアプリは、やっぱりクリップボックスというですね、アプリが非常に有名で、有名がゆえに、YouTube 側からの規制が強くて、何度も消えては復活し、また消えては復活しということを繰り返してるんですね。で、復活したと思ったら、YouTube 動画をダウンロードすることができなくなったり、とはいえ、またバージョンアップしてダウンロードができたりというような形がついてたりします。なので、今回ご紹介する、Mixbox 動画保存っていうね、アプリは、同じような類ではあるんですけども、今現在使えるものです。そして一つポイントがですね、YouTube 側から対策されてしまったら使えなくなる可能性は当然あるんですけども、もう一つ、バージョンアップをすることで使えなくなるところがよくあるんですね。もうそのバージョンアップをするってことは、新しい YouTube の、ルールに従った、機能になりましたよっていうふうにバージョンアップをすると使えなくなるってことがよくあるので、今現在、今はですね、2020年の4月8日ですけども、今現在、何も問題なく使えますので、これを、ね、見るタイミングによってはいつになるか分かりません。使えなくなるかもしれませんけども、今現在は大丈夫ですので、変にバージョンアップをしないで、そのままお使いいただければ、クリップボックスと同様にですね、YouTube 動画を、オフラインで、ダウンロードしてオフラインで再生できる、バックグラウンドで再生できる、プレイリストとして使用できるっていう、そういうことができますので、それをね、皆さんに知っていただきたいなと思います。自分がこのね、動画を作ってもよかったんですけども、せっかくもう動画を紹介してくれてる人がいますので、僕はまたね、その動画を紹介するということで、広く知らない方に届けばいいなっていうふうに思ってます。で、動画保存、管理アプリ、Mixbox とかね、動画の途中を表示してますけども、この方の動画が非常にわかりやすいです。左の画面にスマホのこう画面が出ていて、右側の方では、こう喋りで説明もしてくれてますし、文字でも説明してくれてますし、いろんな注意点とかね、こういうふうにしたらうまくできますよ、みたいなことも、コツなんかを話してくれてます。で、非常にですね、クリップボックスに比べると、表示がシンプルですので、簡単に感じます。ただし、こういろんな、ね、注意点がありますけども、そのダウンロードの制限っていうものがありまして、1日7本の動画までしかできないっていうのが、今現在も続いています。ただね、1日7本保存できれば、また翌日また7本できますので、全然問題ないんじゃないかなと思います。あとはね、 iPhone の容量の問題だけじゃないかなと思います。ということでですね、今日はこの動画保存アプリ、Mixbox 動画保存っていうアプリの、ご紹介という形になるんですけども、もしですね、この動画をご覧になられていて、他の方法を試したいと、何かこの、人によってはね、もしくは iPhone のバージョンによってはこのアプリが使えないなんていう方もいるかもしれませんので、そういった方は私のチャンネルの、別の方法もね、紹介している動画がありますので、動画じゃなくて音声だけを保存するとか、そういったほどのアプリの紹介もしますので、そちらを試してみてください。そしてですね、あとはちょっと宣伝なんですけども、説明欄の方に、いろいろその iPhone だけじゃなくて Android でも使えるような、こういった倍速の視聴とか、私の中ではこう加速学習、スピードラーニングの類のツールと、その無料での使い方っていうものをご紹介しているプレゼントがありますので、そちらの方も興味がある方は無料でプレゼントしますので、ダウンロードしてみてください。あとね、もう一つ最後に言ってるんですけども、この方の動画のコメント欄、
まあ、今現在では60件入ってますけども、このコメント欄にいろんな方が、ね、質問しています。で、この方、本当丁寧に一つ一つこうお返事されてますので、何か質問とかね、聞きたいことがあったら、このコメント欄を見ていただくだけでも、かなり問題とかその疑問が解決されるんじゃないかなと思いますので、まあ、そちらも最後にご紹介しておきます。はい。ということで、今回は動画保存アプリ MixBox のご紹介でした。また引き続きよろしくお願いします。